乾杯。旅して飲んで、飲んで旅して、ポンコツ通り飯のポコ旅ライフ。今回はスロバキアの首都ブラチスラバを観光します。ビールあり、歴史あり、歩きまくりで足はパンパス、マミポコパンツよ。それじゃあ旅に出るポコ。ブラチスラバに向かいます。楽しむみたいだ。そのためにはフリックスバスに乗ります。ヨーロッパ中なら任せとけ。フリックスバス乗り場には地下鉄に乗って行こうと思います。ホテルの最寄りからこの地下鉄に乗っていきます。入るわよ。シングルチケット1人450コラントです。ポリントな。チケットを買いました。ここに通していくみたいです。ドキドキ。OK。 日時が印字された。さらにこのバーコードをチェックする方がいて、二重チェックでした。ずる、ダメ、絶対。一番上の駅から 1,2,3,4,5 上から5番目エプリジェットという駅で降ります。間違えるなよ。オルポコちゃんです。ちょっとロボットの顔っぽい。乗車乗車。ガタンゴトンガタンゴトン。ネプリガに着きました。パッコ。ホームを抜けたら丁寧なことにフリックスパスと案内が出ていました。迷わず行けそうです。フリックスパス、旅の生命線電光掲示板発見。やりましたよ先生。上から3番目、ブラチスラバ、14時半出発、3番ホームで良さそうですね。3番乗り場に来ました。あと45分はありそうです。プラハ行きですが、ブラチスラバで降りようと思います。チケットは事前に予約してきました。印刷もして準備していますが、アプリも入れているので、このバーコードを見せたら大丈夫そうです。フリックスバスが無事到着しました。ブラチスラバで降ります。5時5分到着です。大きい荷物は下に自分で入れます。降りる時も確か自分で降ろしたような気がします。フリックスバス出発です。20番だったんですけど、20番っていうシートがなくてですね、一番後ろだということを運転手さんに確認して教えてもらいました。サクッとバス紹介みたいだ。トイレはバス内に1つ、トイレ休憩はなし。フリックスバス Wi-Fi もありました。 Wi-Fi 速度は 2.6 です。安定性が悪い机があります。あとは USB コンセントは2つです。足幅は 158cm 短足で快適ではないぐらい。このだだっ広い風景、広大な大地、心が現れる。お、この M の看板は McDonald's。 I'm Ravini。 なんかトラック多くねと思ったら、ここ国境の近くらしい。楽しみだポコ。スロバキアと EU の国旗発見。さよならハンガリー。はじめましてスロバキア。そろそろ着きそう。ブラチスラバはブダペストと違って、なんか近代的なビルがある。国が違えば建物も違ってくるのが面白いね。着きました、ブラチスラバです。運転手さんすごい。17時5分着予定、帝国17時5分。仕事的。バス乗り場は地下、建物を抜けて外に出るみたいだ。そのままホテルに行ってチェックインポコちゃんです。ウクライナパスポートをお持ちの方は何かあるみたいです。ロッカーもあります。バスターミナルそのものがとっても綺麗だし、機能性も高い。ラウンジもあります。本当に便利そうですねこのターミナル。スロバキアに来て国が変わるとこんなに近代的なんですか。ターミナルですよ。めちゃくちゃ綺麗だし、ピッカピカじゃないですか。バスターミナルでアップル製品買います。空港みたいですね。バスターミナルが近代的っていうか、そもそも近代的なショッピングセンターの地下にバスターミナルをつけたって感じなんですかね。この近代的なすげえショッピングモールでやることは一つ、無料トイレにがっつくポコちゃんです。寿司タイム、まだまともなお寿司ですね。ちょっと失礼か。寿司の誘惑に負けずトイレを見つける。うわぁ、トイレもレベル高えぞ。我慢は体に悪いみたいな。めちゃくちゃ都会です。無料のトイレ最高。性格が最悪。ここ出ようと思います。すいません、トイレ助かりました。外に出れました。私が出てきた建物、こんなに近代的だったみたい。おしゃれじゃないですか。ビルがピッカピカ。このビルも超綺麗です。バスターミナルから今日泊まるホテルに行く方法が、徒歩が一番良さそうだったので、歩いて向かっています。ウクライナの国旗も掲げてあります。寿司タイム、さっきのバスターミナルにもありましたけど、日本食レストランも多いのかな。おお、迫力ある。デザインセンスを感じます。落書きしちゃいけないけど、絵がうまい。そろそろホテルに着きそうです。美味しそうなビール。ありました。パティオホステルです。結構ポップなデザインですね。よろしくお願いします。パティオホステルです。入るポコちゃんです。喫煙 OK な庭園や下の階にはバーもあったり、国際交流もできそうな雰囲気もあるみたいだ。チェックインポコちゃんです。埃もない、清潔感。アメニティとタオル置いてくれてます。耳栓あるってことは結構夜うるさいのかな。シンプルイズベストな2階のお部屋。ロッカーもあります。ベッドにはコンセント、机があって扇風機も置いてあります。共同バスの様子です。ドライヤーもあります。シャンプーとかもありますね。
トイレも綺麗そうです。シャワーもあります。特に混むことなく使えました。下にランドリールームもあるよ。シャワー室は2部屋、トイレも各階に1つ、共用で使えるキッチンもありました。冷蔵庫も使えそうです。スロバキア、水道水が飲めるのも助かる。チェックインも済んだポコ。これはビールを飲みに行くしかないポコ。街に繰り出しいいの？いい感じのお店があったら入るみたいだ。美味しそう。バドワイザー飲みてー。ビール銘柄の看板あるとテンション上がっちゃう。昔はチェコ、スロバキアだったので、チェコからの影響でピルスナウルケルが見えますが。ここには入らず、ポンコツ。さては優柔不断か。ヤギさんが可愛い。コーゼルはピルスナウルケルの傘下です。ピカピカ銀色タンクの誘惑。2軒目に行くぼこちゃんです。今日はスロバキアビールを飲みたいな。さっきのはバーっぽいから1軒目はがっつりスロバキア料理食べられるとこにしてデブぽこちゃんしよう。君に決めた。バグマングッドだぜ。やかましいぞ。光り出した1軒の平屋がおしゃれ。こちらはブラチスラバでも歴史あるビール醸造所。名前もそのまんま、ビボバルスカーレストラーツィア、醸造所レストラン。外でも飲めそうです。ビアタンクがめちゃくちゃ綺麗、ピカピカです。この光沢を見るだけで胸が踊っちゃう。店内広い。観光客にも地元の人にも大人気。パッカ、着席着席。ビールを作ってきた歴史みたいなものが壁に書いてあります。1968年に一度閉鎖されたようですが、2010年に復活を遂げたんですって。ここではビアタンクから室下で直接注いでくれてるため、人工的に二酸化炭素を加えることなく自然な味わいが楽しめるらしい。私の顔よりでかいんじゃないかってぐらいのビール来ました。これ1リットル、これ500。ここのローカルビールです。拳3個分、男前ビール。わあ、体がポップになっちゃう。ブラチスラビスキーレズヤックというビールです。意味はブラチスラバのラガービールだそうです。乾杯。嬉しい。思っただけめちゃくちゃ重い。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。たまらねー。めちゃくちゃ苦い。でもうまー。やばいな。ドライで飲みやすいけど、全体的には麦感と苦味がある。無濾過だけど炭酸が弱いとかもない。飲み応えも存在感もある。ビールで嬉しいポコ。スロバキア料理があるから試してみたいが、全然目にわからん。シュニッツェルくらいしかわからん。ローカルスペシャルがきっと地元のすごいやつなのかな。ということで、ハルシュキというのがスロバキアの定番みたいだったので、これも頼むみたいな。これはハルシュキ、スロバキアの伝統料理だそうです。ハルシュキはジャガイモと小麦粉でできたニョッキのような食べ物だそうです。最も有名らしい。羊のチーズがかかってて、カリカリベーコンが添えてあるのもポイント。これはヤギのチーズらしいんですけど、チーズの甘みがガーンってきます。そしてニョッキの弾力感がたまらん。さらにカリカリベーコンの塩気がナイスアシスト。間違いなくビールが進むやつ。ぷはー。定番のオーストリア料理、子牛の肉を叩いて薄くして細かいパン粉をつけて揚げ焼きにしたもの。揚げ焼きなのでとんかつよりは少ない油を使うみたいだ。見た目カツレツだけど、本来ミラノ風カツレツは粉チーズ入りのパン粉を使うので、シュニッツェルとは違うものみたいだ。薄いカツレツって何でこんな美味しいんですかね。シュニッツェルよ。全然油っぽくないし、あっさりだけど肉肉しくて何枚もいける。デブポコちゃんです。付け合わせでポテトもいただきました。ポテトマクドナルドのポテトの 1.5 倍太いだけ。ティロリ、ティロリ。ベッターノ。美味しかった。ごちそうさまでした。スロバキア料理、スロバキアビール美味しかった。エブポコちゃんです。コーゼルに行こうと思います。やっぱり回収しないとね。コーゼルはチェコビール。1874年、プラハの南東25キロの小さな町、ベレフォロビセに醸造所を建てたのが始まりで、現在はアサヒビールに売却済み。またコーゼルとはチェコ語でオスヤギのこと。フランスの画家がここに来た時、お照らしてくれた地元の方へのお礼に描いたヤギさんなんだって。コースターも食べちゃうぐらい可愛いポコ。ある程度の販売量がある店にはタンクが置けるらしく、ここもそのタンク生ビールが新鮮に飲めるみたいだ。コーゼルです。いただきます。このデカさで200-300円。コーゼル11はアルコール 4.6% で3種類の麦芽が使われてるんだって。ガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。これよこれ。風味は麦が本当にすごいです。苦味もある。味は豊かだけど水みたいに飲めちゃう。めちゃくちゃスッキリ。これはルバです。飲み切ったポコ。そろそろ宿に帰るポコ。さ
ホーゼル美味しかった。外でも飲めたみたいです。タバコを吸わないので、タバコを吸わない席にも案内してくれて優しさも感じました。緑足で帰るみたいだ。電車の乗り方が明らかにホームじゃないところで止まるんですけど、一緒に走り出しそうになった。僕はホームがちゃんと作られてないけど道路の真ん中で止まって、それが駅って感じですね。宿に帰ってきました。まだ飲むんかい。ウェルカムドリンク一杯もらえるのを忘れてたので、今慌ててもらいに行きました。寝酒バッチリで明日はお目目バッチリ。ものすごい麦の風味だ。苦味もしっかりあるけど飲みやす。おビールで爆睡の時間ですよ。バッカ。おはようございます。現在8時、今日は12度、ちょっと寒そうです。耳栓なしで爆睡できたみたいだ。チェックアウト。セルフでシーツ類はお片付けよ。おはようブラチスラバー。目いっぱいブラブラブラチスラバーしたらウィーンに向かうよ。今から青の教会というところに行こうと思います。建物の感じがとってもおしゃれ、カラフル、かわいい。青の教会に着きました。パステルブルーがとっても綺麗。日曜日だからミサか何かが行われてるみたいです。建築家エドマンド・レヒナーによるこの教会は装飾性を高めるために青色の小さなセラミックプレートが使われているみたいだ。二重十字がついているこの塔は高さ約37メートル。1980年に教会の外観の修復も行われたおかげか、とっても綺麗。正式名称は聖アルジュベタ教会。1990年代初頭に建てられたみたいだ。苦しい、助けて。正面玄関には聖教会の後援者を描いたイタリアのモザイク画があるみたいだ。モザイク画とは小石や破片を組み合わせてできた模様のことで、アフリカを含む地中海沿岸部全域で流行し、4世紀末にキリスト教徒が建築した教会堂バシリカで流用されたみたいだ。教会の長さは約30メートル、幅約11メートル、高さ約13メートル。色合いがサンリオみたい、シナモンロールとかキキララみたいな淡いパステルな感じは可愛いです。建築家エドマンド・レヒナーは教会を飾るときにバラのモチーフを頻繁に使用したっぽいけど、花や植物などをモチーフにしたり自由曲線を組み合わせたりする従来の様式にとらわれないハンガリーアール・ルーボー様式という装飾をしたみたいだ。祭壇には貧しい人々に施しをする聖エリザベスがいるみたいだ。みたいだ。外出た。数式か何か書いてあります。これどういう意味だ。日時計かな。わかる人教えて。青の教会で心を浄化された後は旧市街に入ってきました。この旧市街、たくさんの歴史的建造物や政府機関があるみたいだ。入っていったら何か浮いてます。繰り下げられてるんですね。ラウリン門はかつて市街地を囲んでいた城壁の門の一つ。町の成長の妨げになるため、18世紀にオーストリア女帝マリア・テレジアの命令で城壁とともに取り壊された後、これだけは残っているみたいだ。今から旧市街を冒険ポコちゃんです。ジャパニーズ柴犬のポスター。すでにライトがついています。みんな日曜日のブレイクコーヒーって感じです。このピンクの建物、フリマティア宮殿というらしいです。かわいい。現在は視聴者として利用されているらしい。一方奥の淡い緑の時計塔が旧視聴者らしい。真ん中てっぺん黒いのはなんと150キロの鉄の帽子。宮殿最初の居住者であるヨゼフ・バティアーニ枢機卿の帽子がモデルみたいだ。枢機卿はカトリック教会における教皇の最高顧問なんだって。私が大好きな石の像がたくさんあります。今回は多分女性しかいないです。珍しいですね。フリマティア宮殿の目の前には井戸があります。パニッシングベル。品質の悪い製品を作った職人がかつてこの井戸で処罰されていたみたいだ。えぐいポコちゃんです。そしてこのスクエアに鎮座するカラフルな何か、多分期間限定の展示物っぽい。牛乳パックだったり缶だったりビニール袋だったり。ポイ捨て禁止。こっちに行くポコちゃんです。すぐ近くにトイレを発見。我慢は体に悪いみたいだ。トイレ無料、助かった。戻るみたいだ。7時から17時は父専用の駐車場。絶対に違う。プリマティアスクエアに戻ってきたぞ。ここを抜けると中庭に出るみたい。プリマティア宮殿に入っていこうと思います。ん？え？マジか。足だけ飛び出てて誰かが溺れてるかと思いました。コインを拾ってた。無事で何より。お口からお水が出そうな人。旧視聴者の一角です。通り抜けるみたいだ。マッチーが出迎えてくれます。はーい。わんわん。旧視聴者抜けたら広場になってました。おしゃれ。そしていろんな政府機関が集まってる。スロバキアの政府機関だったりフランス大使館だったり
ギリシャ大使館だったり日本の大使館もあるみたい。ここで頑張っている日本人がいらっしゃるんですね。ブラチスラバ至る所に面白い銅像があるらしい。衛兵さん、日本大使館守ってくれてるの？丸々一棟大使館なことが多い中、コーヒーショップとサベニアショップになってるのがスーベニア、ちょっと珍しいなと思います。発音ミス多すぎ。日本大使館と同じ建物にアゼルバイジャンの大使館もあるみたいです。これも期間限定のイベントっぽい。廃材のオブジェクトがありました。今度はベンチに座るんじゃなくてベンチに肘をついている男性。各国の大使館大集合、そりゃスタンディングオベーションものよ。この最高すぎるロケーション、外で食べれそうなカフェ発見。カフェマイヤーに行こうと思います。バッカ、世界中の大使館を見守り続けるカフェメイヤー。ここではデザート、コーヒー、ワインを楽しめるみたいだ。ディスプレイチェックのお時間ですよ。プラム入りの美味しそうなパン、シナモン系の美味しそうなもの、ジャム、くるみ、アーモンド、アプリコットなど入った生地にシナモンと砂糖をまぶしてる菓子パン的なもの4種、チェコ、モラビア地方で人気。見た目チョコレートっぽいけど翻訳かけたらケシの見つかったスロベキアの伝統料理、ナッツの味っぽいらしい。あとは見るからに甘そうなメルヘンケーキたち、迷っちゃうね。しかし全く関係ない店員さんおすすめを選ぶのだった。開放的です。この広場を見ながら美味しいパンとコーヒーが飲めそう。人生トップクラスに幸せなモーニングかもしれない。スロバキアの女性が食べるとおすすめされたメロンパン的なものだけど、昨日のビールのが安い。とビール文化すぎ。カフェということでコーヒーがずらり。モーニングアルコールの気持ちを抑え、カプチーノとエスプレッソにするみたいだ。見た目甘そうだし無難にカフェイン決め込みますか。ハートがラブリーポコちゃんです。エスプレッソのぐっと詰まったカフェイン感が好きなのよ。いただきます。ロッシーニって書いてあるけど、イタリアの作曲家で美食家でもあるジョアキーノ・ロッシーノに関係してんのかな。うん。マジで最高の朝です。どういう味なんだこのメロンパン。パンは見かけ通りメロンパンです。生クリームが入ってます。甘すぎない、もたれない、もう一枚食べたいぐらい。甘くなくてうまい。ハートマークのカプチーノ、コーヒーってよりか牛乳強めですね。うま。場所と味が良すぎるのでおかわり進むちゃんです。おかわりクロワッサンしちゃいました。デブポコちゃんです。普通のクロワッサンじゃなくてハムとかチーズも入ってる。これまずくないわけがない。やはりビールの方が安い。バター控えめなクロワッサンです。朝からフレッシュな野菜が美味しい。ハムもチーズも最高。最高の朝ごはんだったみたいだ。カフェマイヤーの前にまた面白い銅像発見。ユリウス・ジロタは20世紀初頭のブラチスラバで活動した有名なストリートパフォーマーだったんだって。腹ごしらえもしたところで、おっとまた食べ物か。いや、バーガーキングのチェアがおしゃれだから撮っています。なんか床から生えてる。すごい人だかりです。ブラチスラバで一番有名な像クミルです。マンホールの作業員が身を乗り出してるような感じになってますね。彼に車が3回ぶつかってしまってマンアットワークの看板が立ったそうです。いてて、現在足元で仕事中だよ。どんどん冒険ポコちゃんです。西山製麺を使った本格的なラーメンが食べれるそう。こんなおしゃれな建物の中でラーメンっていいですね。ラーメンカズの目の前に来ました。札幌の本店らしいです。日本人がやられています。ラーメンはいつだって食べたい。ポコポコ吹き出してる噴水も可愛い。小さくかかってる橋も可愛いですね。ガニメイズファウンテンというところに来ました。動物の彫刻が素晴らしいらしいです。この噴水は古代神話を描いているみたいだ。一番上のワシは若いガニメデが神々に仕えられるようオリンポス山の頂上に運んでいるみたいだ。その下には水生生物の彫刻があり、一番下にはドナウ川に住む4種類の魚、コイ、ナマズ、サンダー、パイクを持っている子供たちがいるみたいだ。後ろのスロバキア国立劇場もいいね。いい感じのレストランが並ぶところに来た。テラス席が最高に化してます。なんでこんなにおしゃれなんでしょう。ここで飲むビールやコーヒー美味しいだろうな。ここで暮らして。チャリンコ置き場がチャリンコになってる。チャリにチャリを止める国、聖マルティン大聖堂に着きました。建物が立派です。ただいまミサ中です。めちゃくちゃ神々しい歌声が聞こえます。1563年から1830年までマリア・テレジアを含むハンガリー王国の国王女王の戴冠式がここで行われたみたいだ。たった今魂が成仏仕掛けました。今からブラチスラバ城に行こうと思います。この辺の有名な観光スポットは全部歩ける距離にあるからありがたいですね。ありがとう。たった今男性に話しかけられてブダペストで見たよって言われました。隣の国で再会するなんてとってもびっくりです。でも私にとっては初対面だった。あの橋はドナウ川に架かる橋です。上にある UFO っぽい建物はそのまま UFO と言います。上に登ったり食事が取れたりするそうです。ジグムンド門、
4つの門のうち一番保存状態がいいみたいだ。遡りの時間ですよ。すげえ急勾配。腰痛持ちには辛いところ。迷ったら時計回りにしとけってばあちゃんが言ってたみたいだ。この階段おしゃれだけど今から登るんだって感じ。諦めんけんね。ブラチスラバ城の目の前まで登ってきました。なかなかしんどかったポコ。風力発電、本当におびただしい量です。風力発電ガチぜー。入っていこうと思います。綺麗ですね。ブラチスラバ城は歴史を通じて様々な文化や時代の影響を受け、その建築は多様な変遷を経てきたみたいだ。先史時代からケルト、ローマ、そして後にスラブ人の影響を受け、城の丘は様々な文明の拠点となったみたいだ。城の位置そのものがアルプス山脈とカルパチア山脈の交差点にあり、ヨーロッパ中央に至る交易路として戦略的に重要だったからみたいだ。ここで昔の人たちは談笑してたんでしょうね。どんどん進むポコちゃんです。後にハプスブルッケの支配下でブラチスラバ城は拡張され、マリア・テレジアの統治下でバロック様式の改築が行われたみたいだ。その後ハンガリー王国の主要拠点として機能し、政治的な重要性を持ったみたいだけど、1783年には政治中心地がブダペストに移り、城の重要性が低下したみたいだ。東方より来たりし三賢者って感じですかね。エヴァンゲリオンで知った知識です、すいません。ポンカツ。1811年の大火災で一部焼失してしまったものの、その後は新学校や兵舎として新たな役割を果たしたみたいだ。ベンチの形が面白い。聖マルティン大聖堂、鐘が鳴っています。奥の近代的なビル、そして手前の旧市街、ドナウ川が見える贅沢な場所です。最高だポコ。ヨーロッパといえばレストルームないので、わざわざマップを出してくれてます。だからといって我慢は体に悪いみたいだ。ブラチスラバ城を下ります。いい城だった。ブラチスラバ城から降りてきました。旧市街の門を見に戻る。ミハエル門に行こうと思います。ミハエル門が見えてきました。真下に来ました。めちゃくちゃ迫力があって綺麗。首が痛くなるぐらい高いです。図が高い。14世紀に建設され、ラウリン門と同じく旧市街の城壁の一部、高さ51メートル4階建てで、現在は博物館や展示室として利用されているみたいだ。登るとブラチスラバ市街を見渡せるみたいだ。タワーに登るには4ユーロかかるみたいです。そっか。美しい歌声が聞こえたので、ちょっとトライしてみます。ここはチャーチオブザアナンシエーション、降誕教会といい、キリスト教において天使ガブリエルが聖母マリアにイエスの降誕を告げた受胎告知を記念するみたいだ。やばい、何時間でも聞いてられるやつ。満足したので、そろそろランチタイム。パラヘリータ賛成。満腹後はウィーンへ行くポコちゃんです。ポコ旅ライフ、俺たちの冒険はまだまだ続く。あらゆるもののスケールがでかすぎる。まるで銀座にそびえ立つ巨大大聖堂の魅力。音楽の都ウィーンへ行く。高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。